ハンドパワー、ああ、来てます来てます。株式会社カラフルコネクトタッグ TV。 さあ今夜も始まりましたマジックバトル。今夜もあの3名のマジシャンに戦っていただきます。さあ早速トップバッターに登場するのは王道マジシャン、あの音楽でおなじみミスターパニック。鍵があります。ここに鍵があると思うんですけど、この鍵を、はい、ハンドパワー、ああ、来てます来てます。3、2、1、はい。増えた。何の鍵これ。うわー、あとあ、やばい、忘れた、やっぱこれ、あ、それ、これ時計が、これ時計が、外して上に乗せました。今乗せたよね。大丈夫。あ、取ってね。あ、行きます。はい。3、2、1。えい。あ、そこ、あ、ついた。あ、もう、びっくりした。あ、俺か。勝者社会の。マジックバトル。さあトップバッターミスターパニック、見事なパニックイルジョン見せてくれた。さあ次に登場してもらうのはあの世界的マジシャン。こいつのイリュージョンはサプライズ。では登場していただきましょう。セーロハン。マジックバトル。さあ見事なサプライズを見せてくれたセカンドバッターセロハン。さあ最後に登場していただくのは寒い話研究家でもありながら寒暖師でもありながらこのマジック業界に殴り込み、どんなイリュージョンを見せてくれるのか。それでは登場していただきましょう。話ゴミ太郎。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、マジックなんですけど、ここにね、ごく普通のティッシュですね、これごく普通の何の種も仕掛けもないティッシュがあります。まああるとします。まああるんですけど、はい、これをこう指の中に入れるとするじゃないですか。こうやってここまではよくある話だったんですね。でここまではよくあるなと思ってたんですけど、さてこれをじゃあ僕が消すと、じゃあ僕が消したらどうなるか皆さん驚きます。はい、分かってますね。はい、分かってるんで、それやったところでなんですよね。結果分かってるの、私が消す、驚く、分かってます。だからやりません、消しません。あえて違うことをやります。いきます。3、2、1。消しちゃうんですね。